2月22日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅反落しております。昨日の終値に比べて36円32銭安の 19,345 円12銭で前場の取引を終えました。朝方は買い注文が先行して始まりました。昨日のアメリカニューヨークのマーケットで連休明けニューヨークダウが8営業日連続で最高値更新と非常に強い動きで戻ってきました。これを受ける形で朝方は景気敏感株などに買い注文が先行する場面がありました。日経平均株価今日の一番高いところ、前日前場段階での一番高いところが午前9時ちょうど ですから寄り付きということになりますが、これが 19,419 円と 19,400 円台に乗せて始まりました。ただその後は売り物がじわじわと増えて日経平均マイナスに転じました。昨日の終値を挟んで揉み合う場面も長かったのですが、前日にかけてやや売りが優勢になって結局36円安小幅ではありますが反落して前場の取引を終えております。値上がり銘柄数は全体の約 39% の788銘柄にとどまりました。これに対して値下がり銘柄数が全体の約 53% 過半を占めまして1銭飛び51銘柄ということで4桁1004銘柄を超す銘柄は値下がりしたという動きです。売買も膨らんでおりません。売買高10億6100万株節目の10億株を超えましたけれども、そこからの上積みは限られたということです。売買代金も前引けでやっと1兆円を超えたレベルです。1兆飛び305億円ということで1日通しますと単純に倍で2兆円レベルという水準になります。外国人投資家が昨日のアメリカの売買再開を受けまして、お休み明けを受けましてやや戻ってきてはおりますけれども、ただ積極的に買い進む動きは限られたということでして、商いは盛り上がりませんでした。為替相場、アメリカは最高値更新という株価の動きなんですけども、ただ肝心の為替相場が1ドル113円台半ばということで、揉み合いました。それほどリスクオンで円安方向には振れなかったと、若干前引けにかけては円高気味で推移したということなどもありまして、このあたりが株価の押し下げにつながったというふうな見方もできるかもしれません。中小型株物色、引き続き続いてはおりますけれども、今日のところ前引け段階で2部指数などはマイナスに転じました。ジャスダック平均などは続伸ということではありますが、若干上げ幅縮めておりまして、利益確定の売りなども多少出てきたというような印象も受けます。個別銘柄で目立ったところとしましては、売買代金個別でトップとなりましたが東芝です。売買代金前場段階で450億円を超えるレベルの商いをこなしまして 11% 以上の値上がりで前引きを迎えました。こちらは半導体事業の分社に伴って調達する資金を2兆円を超える規模を目指すというふうな報道がありまして、足元時価総額が8000億円レベルまで縮小してきたということを考えますと、半導体事業の売却によって2兆円以上がもし調達できるのであれば、最近の株価の評価は過小評価ではないかというような見方から買い戻し、押し目買いなどが優勢になったということです。それともう一つ、これに続く売買代金を集めましたのが楽天4755、こちらも前引け段階で 9% を超す大幅高となりました。発行済み株式総数の 8% を超える大規模な自社株買いを行うと、今日から1年間の期間で行うということを昨日の取引終了後に発表しておりまして、これが素直に交換された形です。以上、今日の前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。